どうも、下です。来年つまり2025年の主役は、今年公開された劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべのエンディング終了後の次回予告により、諸伏隆明、毛利小五郎、大和勘助となりました。すなわち来年は長野県警組が主に大活躍すると推測できます。しかし、あの次回予告のみだけを見ると、長野県警組を知らない方も中にはいらっしゃると思ったので、知っている方はもちろん、来年の予習や復習も兼ねて、今回は長野県警組についての詳細や登場回など詳しくまとめてみたのでご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まずは3人のプロフィールを簡潔にご説明します。諸伏隆明の年齢は35歳。長野県警本部捜査一課警部で、東都大学法学部を首席で卒業し、一時期は強引な捜査方法が問題となり所轄署へ飛ばされていた時期もありましたが、現在は本部に復帰を果たしています。そして頭脳においても稀に周りが見えなくなる時がありますが、冷静さを常に保ち、超有能な警部になります。よく故事成語、ことわざを多用しています。後ほどご紹介はいたしますが、幼馴染の大和勘助とは小学生の頃からのライバルでもあり、お互いを信頼している関係でもあります。諸伏隆明はかつて自分をモデルとして小説を書いていた人物と実の弟である諸伏博光を亡くしています。あと、諸伏隆明は最強軍師孔明がモデルとなっています。ちなみに諸伏隆明は来年の映画で劇場版初登場、初主役を飾ります。実は裏話で、諸伏隆明は元長野県警組の一人であり、現在は公安警察の裏理事官である黒田兵衛のことが少し怖いなと思ったことが何度かあるそうです。大和勘助の年齢は35歳。同じく長野県警本部捜査一課警部で、荒っぽい言動とは裏腹に頭の切れる敏腕刑事で、かつて逃亡中の犯人を捜索中雪崩に巻き込まれ、それ以来左目と左足を負傷し赤眼となり、現在は杖をついている状態です。特に口調が乱暴なところがあり、これが原因で赤瀬博士や愛ちゃんに殺人犯だと勘違いされたエピソードも一応存在します。あと、後ほどご紹介はいたしますが、部下の上原由衣と諸伏隆明とは幼馴染でもあります。ちなみに大和勘助は武田信玄の軍師として活躍した山本勘助がモデルとなっています。上原由衣の年齢は29歳。長野県警本部捜査一課刑事で、大和勘助とは6歳差の幼馴染になります。上原由衣は上司の大和勘助のため代わりに結婚までして事件の真相を解明しようとした過去があります。その後、長野の名家で起きた連続殺人事件解決後に長野県警に復帰します。上原由衣は抜群の記憶力を誇る有能な刑事です。あと、上原由衣が入れるコーヒーは以前黒田兵衛に気に入られたとのこと。幼少期、大和勘助と上原由衣は今は亡き地元の名警官甲斐巡査に憧れ、警察官を目指した中で、作者に明言はされてはいませんが、2人はお互いおそらく両思いなので、今後の2人の恋の行方についても注目が集まりそうです。ついでに上原由衣は大和勘助のワイルドで優しいところに惚れたそうです。余談ですが、大和勘助と上原由衣は2009年に公開された劇場版名探偵コナン漆黒のチェイサー以来の参戦となります。名探偵コナンでは数多くの警察関係者の方々が登場しますが、その中でも優秀たちが揃っていると言われているのがこの長野県警組になります。長野県警組の3人はコナンの推理力や行動力がただの小学生ではないと感づいている状況です。続いて3人の登場回についてまとめてご紹介していきたいと思います。まずは単行本59巻、アニメ516話から517話、風林火山迷宮の鎧武者で、大和勘助と上原由衣が初登場します。次に単行本65巻、アニメ557話、危険な2人連れでは、大和勘助と上原由衣が登場します。次に単行本65巻から66巻、アニメ558話から561話、死亡の館赤い壁で諸伏隆明が初登場します。続いて単行本74巻から75巻、アニメ652話から655話、毒と幻のデザインで、一応長野県警の3人は登場しますが、出番はごくわずかとなっています。そして単行本82巻から83巻、アニメ754話から756話、赤い女の惨劇では、これまでの事件とは異なり、上原由衣のみが主に事件に関わります。そして大和勘助と諸伏隆明は終盤に登場し、赤女の目撃者の情報についての誤りを調査してくれています。次に単行本86巻、アニメ808話から809話、かまいたちの宿、そして単行本86巻から87巻、アニメ810話から812話、県警の黒い闇では、黒田兵衛が長野県警として初登場する回になります。しかしこの事件以降、黒田兵衛は長野県警ではなくなります。さらにこのお話で、大和勘助と上原由衣の恋の模様についても
も軽く触れられます。続いて単行本96巻、アニメ983話から984話、キッド VS 孔明狙われた唇では、タイトルにもある通りですが、主に諸星孝明がキッドと直接対決します。そして大和勘介と上原結衣も登場はしますが、諸星孝明との電話で話す場面のみになります。このお話では諸星孝明の弟がスコーチこと諸星博光である事実が明かされ、諸星孝明はここで初めて警視庁からの遺品で諸星博光が殉職したことを知ることになります。次に単行本97巻、アニメ1003話から1005話、36マスのパーフェクトゲームではおっちゃんも登場し、安室さんと諸星孝明の関係性やラムについての情報が明かされる超重要回です。続いて単行本102巻、アニメ1123話から1124話、群馬と長野ボーダーの遺体では長野県警組と山村美沙夫が対面し、諸星孝明は山村美沙夫とはここで初めて出会います。さらにこのお話で諸星博光と山村美沙夫が幼馴染である事実も初めて明かされます。最後に劇場版名探偵コナン漆黒のチェイサーで大和勘介と上原結衣が登場しています。これで以上となるわけなんですけど、以前2023年に公開された劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンで脚本を務めた桜井さんのインタビューにて、次は黒田兵衛やスコッチこと諸星博光、そしてラムに関する物語を書きたいと発言され、3人を通じた諸星孝明のドラマは今後の名探偵コナンにとってとても重要になると回答されていることから、仮に来年でこの案が取り入れられるとすれば、黒田兵衛や諸星孝明、そしてその弟の諸星博光、さらにラムなども参戦するため、やはり長野県警組に関しては把握しておいた方が来年の映画がさらに楽しめるのではないかと思います。どんなストーリーで描かれるのか今から非常に楽しみですね。皆様のご感想や考察などぜひコメントしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。